千葉種貞は、鎌倉幕府末期から南北朝時代の武将。千葉市の第九代当主千葉集団への長男。昭和元年、父が異国敬語番役として赴任していた、非全国王義軍で生まれたとされ、その後氏も宇佐国船打草本拠とし、非全国王義軍の他八万層や宇水層も合わせて、漁した。北条氏徳宗家当主、鎌倉幕府第九代執権。 北条貞時より変記を受けて種貞と名乗る。父が、下佐不在の間に、叔父の種衆が、千葉市の家督を相続していたため、父の没後李氏も勃発した南北朝の戦いに、際して、北朝方につき、剣務2年には、同族の相馬親種らと共に叔父種衆の子、貞貞種の本拠千葉荘を攻めた。だが、同年11月種貞と親種は、 足利高氏の激文によって上落、その間に定種方は、種貞の本拠地だそうを蹂躙しこの騒乱は、下宇佐国中に波及したという。そして南朝方の日田義貞の軍に属した、定種は、延元元年、県武三年十月に、越前国木の目峠で、足利高氏軍の柴田勝家に降伏した。だが、種貞定田は、下宇佐への木と同年十一月十九日に、 三河国で病没する。降伏した貞種は、北朝方に寝返って、貞種の子孫が、千葉市宗家を称し存続した。そのため、非前国沖軍にあった弟の種隊は、九州千葉市として、活路を見出したが、宗家の地位を失った千田氏は、その後衰退していった。種貞は、日元州に帰依しており、領有していた千田宗には、常名寺や、 妙光寺あるいは、日本寺、八幡僧には、北家教授などの日蓮宗の古刹が多い。特に北家教授については俗別党として、第二代十字日高を支援し、また、第三代十字比喩は種貞雄氏と言われ、非全国を義軍と千田僧及び、八幡僧は、次男、種平に譲ったが、薄井僧は、北家教授に寄進している。ありがとうございます。